はあ、こんばんは、ハルケです。今回はウィンターワールドカードアイコン選手のティアリスになります。選手の調査を5段階で評価したものがティアリスになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ハイスの選手だったりとか SBC 目標できている選手たちをティアリスにまとめました。こちらの動画はですね、アイコン選手限定のティアリスになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがウィンターワールドカードアイコンのティアリストになります。 D はですね、誰も入れてないというふうなことになっていて、まずは C ですね。 C はですね、イアンラッシュを入れました。ウィンターワールドカードアイコンのイアンラッシュですね。イアンラッシュは ST から CM の選手、中盤の選手としてまあ強化をされて、まあ生まれ変わってこちらのカードになりましたね。まあ、容赦なしのプラスを備えていて、あとはフィジカルが強いという、そういう選手になってます。で、パスがめっちゃうまいですね。うん、中盤の選手として、ここはめちゃくちゃ強化を、されたなというふうには思いますし、冷静さも非常に高くなってます。冷静さ、リアクションというのは本当に素晴らしいですね。ドリブルは少し重たいですし、スピードも、まあ、めっちゃ速いっていうわけではない、そういう選手で、まあ、シュートはある程度打てるっていう感じの選手になりますね。まあ、ただ守備能力自体はどうしてもインターセプトがめっちゃ低いっていうのが個人的にやっぱ気にはなりますし、積極性もねちょっともうちょっと欲しいなっていうのはあるんで、まあ個人的にはやっぱりそこまで使われない選手に、なってしまうかなというふうなところで、現役の選手で代わりはいてしまうかなというふうに思いますね。でそして続いては B ですね。B はですね、ファン・ニステルロイ、そしてリネカー、そしてオーウェン、ファンバステン、こちらの4名の選手を入れました。まずはファン・ニステルロイですね。この選手なんとキーパーに、変わってます。まあキーパーに転向したんでしょうか、ファン・ニステルロイ。ファン・ニステルロイ好きな方からするとちょっとこうなんか侮辱したようなカードに、思われるかもしれませんね。 ST かキーパーっていうのはちょっとまあ自分的にもどうなんですか。まあ、これ面白いと取るか、いや、どうなんやって取るかは、まあ、人それぞれかな、というふうに思います。まあ、強さ的には、やっぱりキーパーなんで、どうしてもですね、結構試合に寄ったりとか、はするんですけど、まあ、スピードがね、67か、あるんで、結構速い方のキーパーかな、というふうに思うんで、結構飛び出しとかは、速さっていうのはある程度あるかなというふうには思いますね。まあ、ファン・ニステルロイを、まあ、キーパーで使いたいっていう方は使ってみてもいいんじゃないかなというふうには思いますね。で、そして続いてリネカーですね。リネカー。この選手はですね、4-4 に、なってて、LW の選手になってますね。で、ウィンガーっていうふうなことで、足が速く、なっていて、まあリアクションも結構高い、レーサーも高いっていう、そういう選手になるんで、普通に、割といいかなというふうには思いますね。ファーストタッチのプラスがついてますし、パスに関しても視野は少し低いですけど、ショートパス値が高いので、スルーパスは難しいかもしれないですけど、単純なこうビルドアップで関わっていくぐらいのパスだったら、割といいかなというふうに思いますね。結構ね、リネカーは、まあ、外れアイコンというか、今作もあまり使われてこなかった選手にはなるので、まあ、これで少しはね、強化されたかなというふうには思います。で、スタメン級の選手だと思います。で、そして続いて、オーウェンですね。オーウェン。まあ、オーウェンもですね、LM、まあ、左サイドの選手になって、テクニカルのプラスを備えてますね。この人はスキルも3なんで、どうしてもこう、コントロールスプリントを使った方が、絶対いいと思いますね。コントロールスプリント使わなければ、まあ、ちょっと微妙な選手になってしまうかなというふうには思いますね。まあ、逆足は4で、シュート能力もね、ある程度は高い選手にはなりますし、まあ、意外とこう決めてくれる、そんな選手に、なりますね。ドリブルはある程度の軽さっていうのはある選手。で、パスは、まあ、この人もリネカーと同じような感じですね。ペースはね、速いのはいいんですけど、まあ、この人もまあ、理不尽さっていうのはどうしてもあまりない選手で、まあ、A ランクにはいかないんですけど、個人的にはコントロールスプリントを使えばですね、普通にスタメン級だと思います。で、そして続いてファンバステンですね。この人はですね、キャムに変更をされて、めちゃくちゃパスが上手くなってますね。パスが上手い選手として生まれ変わったかなと
いうふうに思いますね。だからパスとかもちろん冷静さでシュートの部分もそのままに結構ねいい前線の選手にはなるんですけど、もうちょっとペースが欲しかったりとか結構ドリブル重たかったりする選手なんで、使い心地はね、まあ自分的にはやっぱいいとは言えない、やっぱ他の選手でいいかなって思っちゃう時も、あるんで、むしろパサーとしてはね、優秀なだけにもうちょっと軽かったらより良かったかなっていうのはどうしても、思いますね。まあ、空中戦もそんなにはできない選手になりますし、まあ、地上戦ってなところで言うと、その重みが結構人によっては気にはなるかなというふうには思いますね。まあ、ただまあ十分使える選手で、こういうのもね、どうしても外れアイコンの選手で、今作もあまり使われてこなかったんですけど、まだこう使える選手になって出てきたなというふうに思いますね。で、そして続いては A ですね。A はですね、ドログバ、ウィンターワールドカードアイコンのドログバを入れました。この人はですね、めちゃくちゃ強く、なってますね。逆足も5に変更をされていて、両足からの決定力っていうのは非常に高いものがあります。まあシュートの部分と冷静さ87っていうのは、ある程度あるんで、結構決めて、くれますね。で、この人もやっぱり重たいんですよ。ファンバステンとかよりももしかしたら重たいかもしれない。それぐらいの選手なんですけど、空中戦の強さだったりとか、ペースがね、89もね、あるんで、そういう風な部分で非常にドログバの方が、まあアタッカーとして、優秀と、言えますね。エアリアルのプラスついたことによってヘディングっていうのはより強くなりましたし、やっぱりクロスゲーというかクロスを上げる方にとっては非常に素晴らしい ST かなというふうに思いますね。まあ単純なところでいくとルカクだったりとか、まあトゥラムだったりとかの上位互換、っていうふうな存在に、なりますね。普通にやっぱ地上戦で戦って打っていうこともこの人はできるんで、重たいけど速さっていうのがあるし、なのでそういう風な部分で、まあルカクとかが使い心地がいいんだったら、まあちょっとコイン貯めてドログバに乗り換えるっていうのでもいいのかなという風には思いますね。普通に強いです。で、そして続いては S ですね。 S はですね、フェルナンド・トーレス、そしてペレ、そして SBC で来ましたフリット、この3名を入れました。トーレスに関してはスキルが5に変更をされてます。またですね、クイックステップのプラスを備えたことによって速さという風な部分にブーストがかかりますね。で、シュートもめちゃくちゃうまいです。逆足4ですけど全然決めてはくれますし、パスに関してもショートパスはねちょっと低いですけど視野が高いのでスルーパスとか意外と通ったりはしますね。で、ドリブルはこの人もね、ドログバほどは重くはないんですけど、あ、ちょっと重たいなって感じる人は全然いると思います。まあ、ただ扱えなくはないっていう風な感じですね。まあ普通に総合力が高いですし、今作のトーレスはベースでもね、強かった、選手にはなるんで、まあそこから単純に強化をされ、さらにクイックステップのプラスがつき、スキルも5になると、十分 S に入ってもおかしくはないかなというふうには思いますね。まあ速さがありながら決定力もある、強さがあるっていう、そういう選手になるので結構おすすめですね。で、そして続いてはペレですね。まあ明らかに強いです。言わずもがなですね。で、この人もクイックステップかなのプラスがついてますし、まあ今週とか、あとパス面、テクニカルとか、もついてますね。まあ安定に、まあもともとベースでもめちゃくちゃ値段高い、選手にはなってますし、まあそこから強化をされると、まあどんぐらいですか、700万ぐらい多分するんですかね。それぐらいの、値段の高さっていうのはあって、明らかに強い。もう本当何でもできるし、まあ合わない人はいない、そんな選手になりますね。で、ちっちゃいんですけど臭さもあるというか、なんでかペレの方が入れ替わったりとか、ペレの方がちっちゃいんだけどファンダイクがこけたりとか、なんかそういうやっぱ、臭さというかもう無理ですやんみたいな状況をね勝手に作ってくれる、そういう選手になるので、まあ明らかなメタカード、まあ理不尽な選手になりますね。そして最後にフリットですね。 SBC で、来た選手になるんですけれども、プラスでシールドのプレイスタイルがついていて、あとは他には予測だったりとか、容赦なしだったりとか、パス面だったりとか、空中のところがついているという感じになってます。で、もともとまあスキル4、逆足5でところは素晴らしいですね。で、CM の選手に変わってはいるので、そういう風なところでドリブル面だったりとか、あとはまあ守備かな、
面だったりとかが90のベースのフリットからは上がっている、他はねまあ少し下がっているという感じにはなりますね。基本的には全然強い選手になります。普通に理不尽さっていうのは、感じますし、逆足とかでも、まあ、パスシュートが出せる、決めれる、そういう選手にはなるので、まあ少しね、SBC 価格は高いんですけど、まあそれぐらいしてもいいかなと思う瞬間は、全然ありますね。まあチープフリットという風な感じにはなるんですけど、全然余裕で S ランク入ってもおかしくはないかなという風には思いますね。まあというかね、こちらがウィンターワールドカードアイコン選手のティアリストになります。まあ少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。